ラピダスはわざわざ遠くの欧州米国なんかを見なくても足元の日本に必要な資源はほとんどある。唯一ないのは白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は ASML ですね、ラピダスに技術支援というテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は日本政府が ASML の顧客の一社というのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、今回のニュースですね。はい、半導体装置の ASML 北海道に拠点、ラピダスに技術支援というニュースですね。はい、で最初にということで、まず ASML っていうのはどんな会社なのかというところから確認していきたいと思います。はい、一言で言うと、人類史上で最も精密な機械を作る会社、それが ASML という会社です。はい、すなわちですね、世界最高技術の半導体露光装置の会社ということで、いわゆる半導体製造をする時のカメラにあたる機械ですね。露光装置っていうのは、原理原則っていうのはカメラなので、半導体業界におけるカメラ会社ということです。はい、つまりですね、半導体製造っていうのは、大きく前工程後工程って2つに分かれてるわけですけど、半導体製造の前工程の中でも、最重要工程ですね、露光ですね、いわゆるこうカメラのシャッターでカシャッとこうね焼き付ける露光という工程を行うための半導体露光装置の会社、それがオランダの ASML です。はい、ちなみにですね、露光装置の仕組みっていうのを簡単に確認していくと、露光っていうのが微細化の一番の鍵になってるんですよね。この工程でどれぐらいですね、微細なですね、線幅の半導体っていうのを作ることができるかということです。はい、そしてですね、解像度の極小化っていうのがいわゆる微細化ということですね。だから半導体ですね、1チップ1センチ ×1 センチの1チップ1平方センチメートルのチップに対してナノという世界でですね、線幅ナノの線幅でですね、回路を書き込んでいくわけですよね。ナノっていうのはミリの100万分の1ということですよね。だからミリの100万分の1の、それほどの線幅で、電気回路っていうのを書き込んでいくということになるわけです。はい、当然で、10ナノよりも、7ナノの方が微細ですし、7ナノよりも5ナノ、5ナノよりも3ナノで、2ナノということで、どれだけですね、微細な線幅でですね、電気回路っていうのを書いていくことができるのか、その微細っていうのは、いわゆる解像度を、どれだけ小さくすることができるかということです。で解像度っていうのは、3つの変数で、なってるということですよね。で分子は経験定数ですね。でもう一つはですね、ラムダですね、光源の波長です。はい、だから経験定数ができるだけ小さければ小さいほどが解像度が小さいということですよね。で光源の波長は短ければ短いほど解像度が小さいということです。で分母は、レンズの開口率ということなので、開口率が大きければ大きいだけ解像度が小さくなる、すなわち微細な、半導体を作ることができるということです。で最初にですね、3つの変数があったんですけれども、1つの変数 K ですね、これ経験点数というふうに呼ばれているもので、これが装置の精密度で小さくすることができるということですね。だからどれだけこう装置がですね、はっきり言ったら最先端最高峰の技術で作られているかということで、光の散乱っていうのをどれだけ小さくできるのかっていうのが最初の変数になってます。はい、で次にですね、今度はラムダということなんですけど、光源の波長ですね、これがどれだけ光源に波長の短い光を使うことができるかということです。はい、だからカメラの原理なので、光源があるわけですけど、その光源に使う波長が短ければ短いだけ、それだけ短い小さなですね、線幅で微細な線幅でですね、半導体っていうのを作っていくことができるということです。はい、ちなみにですね、結局光源に使われる波長っていうのは、193ナノの波長、それからですね、今
今使われているのは EUV ということで、まあ、13.5 ナノということで、一世代前の光源に比べて 93% 波長が短いということですよね。だからいきなり極端に波長が短くなったんで、極端紫外線 EUV という言い方をしているということです。はい、だから昔っていうのは例えば KRF の248ナノの、まあ、光源波長のですね、まあ、露光装置っていうのが作られていたりですね、もしくは ARF ですね、193ナノをの光源波長の露光装置っていうのが作られていたり、もちろんこの2つっていうのは今現在進行形でも作られ続けてはいるんですけど、最先端に関しては従来よりもさらに 93% 光源の波長が短い、極端に短い極端紫外線 EUV を光源波長とする露光装置っていうのが最先端ということです。はい、またですね、今度は解像度の極小化、もう一つの最後の3つ目の変数っていうのはレンズの開口率ということなんですけど、はい、これはもう大きなレンズを使った方がいいということで、なおかつまあ屈折率も大きなレンズということですよね。ただ屈折率が大きくなればなるだけ、まあ、前反射が起きやすくなるので、前反射が起きない範囲で屈折率の大きなレンズを使った方がいいということです。そうすると、まあ、解像度が極小化するので、まあ、微細な半導体を作ることができるということですね。はい、つまり、まあ、究極の微細化、まあ、5ナノ、3ナノ、2ナノですよね。で、まあ、今度 1.4 ナノとかっていうのが、まあ、言われていたりするわけですけど、まあ、究極の微細化っていうのを実現するための、まあ、露光っていうのをするためにはですね、まあ、露光装置に使う波長っていうのはできるだけ短い最短の光ですね。だからまあ EUV 極端紫外線を使って最大限に大きなレンズ越しに光を当てながら、しかし光の散乱を最小限に、まあ、機械で抑えていくっていう必要があるということです。繰り返しになるんですけど、これナノの世界でやってるんですよね。ミリの100万分の1での世界でこういったことをやってるということです。はい、故に半導体露光装置こそが人類史上で最も精密な機械というふうに言われている。 ASML はそれを作っている会社ということです。はい、そして、まあ、半導体露光装置の世界シェアっていうのを見たときに、まあ、最先端向けっていうのは ASML がもう 100% ということです。要するに ASML だけが作っているということですね。はい、光源の波長が長いものに関してはですね、まあ、例えば赤色で示されている日本のキヤノンとかも作ってますということですよね。で、まあ、真ん中のですね、まあ、3番目の ARF に関しては、要するに EUV の一つ前に関しては、まあ、黄色のですね、日本のニコンとかもシェアが 61.7% とかありますということですよね。しかし、まあ、光源の波長が極端に短い極端紫外線 EUV の、を使ったものに関しては、もう青色のオランダの ASML がシェア 100% ということです。はい、ちなみに半導体業界全体で言うならば 81.2%がオランダの ASML のシェアということです。だから半導体製造を行っている世界中の企業の約8割は ASML の露光装置を機械として使っているということですね。なお半導体製造装置業界で言うならばですね、まあ、これは売上規模ということになるんですけれども、まあ、業界で2位の会社ということです。はい、1位はアメリカの AMAT ですね、アプライドマテリアルズ、これが、まあ、売上収益で言ったら日本円で、まあ、3.5兆円で、今回やってる2位が、オランダの ASML ですね、3.1兆円で、3位が、まあ、アメリカのラムで、4位が日本の東京エレクトロンというふうになってます。はい、で売上規模で見ると、まあ、業界2位ということですね。はい、ただですね、まあ、AMAT ですね、まあ、アメリカのアプライドマテリアルズとアメリカのラム、そして日本の東京エレクトロン、この3社は明らかに競合会社ということが言えます。なんでかって言ったら、まあ、同じ工程に対してのですね、まあ、結局機械っていうのを作ってるんですね。だからこの3社っていうのはどっちかって言ったら半導体製造装置の中の前工程における、まあ、総合会社、露光装置以外の、それ以外の工程の、まあ、いくつもの機械っていうのを作ってるっていう意味で、露光装置以外の、まあ、総合会社っていうのが AMAT であり、ラムであり、東京エレクトロンだったりするわけですよね。だからこの3社ははっきり言って競合ということになります。はい、しかし ASML は、まあ、競合とは言えないということですね。なぜかっていうと、露光装置に関してはもう ASML のみですよね。だから日本の東京エレクトロンとかアメリカのラムとかは作ってないわけです、露光装置は。まあ、しかも最
最先端ということになると、これもシェア 100% なので、だからまあ唯一独特の企業っていうのがオランダの ASML なんですよね。なので ASML は半導体製造業装置業界の中ではある意味最強、要するに競合がない状態という最強企業の一社ということが言えます。はい、でここまでを踏まえた上でですね、半導体装置 ASML 北海道に拠点で、日本のラピダスに技術支援という、今回のテーマに戻ってくるということです。はい、でなぜですね、ASML ではですね、ラピダスですね、ラピダスっていうのは会社なんですけど、もう事実上日本政府というふうに考えていいです。国策会社っていう考え方ですね。資本金こそですね、民間企業が8社で73億ぐらい出してるんですけど、実際運営するためのお金っていうのはもうほとんど日本政府からの補助金なんですね。だから日本政府からの補助金がなければもう、ラピダスっていう会社はもう全然成り立たないので、だからもうラピダスは事実上日本政府が運営してると言ってもいいです。はい、補助金ありきということですよね。はい、でこの ASML はなんでラピダスを支援するのかということなんですけど、はい、理由はですね、ASML にも弱みがあるということですよね。実は半導体製造装置業界で最強企業の ASML もですね、実は弱みがあるということです。はい、すなわちですね、最先端向けですよね、 EUV 極端紫外線を光源とした最先端向けの露光装置に関しては超高性能ですよね。人類史上最も精密な機械と呼ばれているわけですから、超高性能ですよね。で超高価格なわけですよ。機械1台が240億っていうふうに推計されています。実際正式な発表はないのでわからないんですけど、言われているのは1台240億というふうに言われているわけですね。だから機械1台売れました、売上240億という、そういう機械ということですけれども、この超高性能超高価格の機械だからこそ全世界で顧客が2社しかいないということですよね。この超高性能の最先端の EUV を使った半導体露光装置を必要としてて、なおかつ資金面で買うことができるお客さん顧客っていうのは2社しかいないということです。だから顧客数が2ということですね。もちろんこれは最先端向けということです。最先端じゃないものも、ASML は作ってるので、その最先端じゃないものは例えば中国とかに、顧客はいっぱいいるわけですけど、最先端に関しては一番高い一番超高性能の機械に関しては顧客が全世界で見ても2社しかいないということです。はい、すなわちですね、台湾の TSMC と韓国のサムスンだけということです。もともとはアメリカのインテルがですね、一番の主要顧客っていうことで、オランダの ASML は企業としては成長してきたんですけど、インテルが7ナノで、事実上ギブアップしたんですよね。だからもう7ナノまでは、インテルもアメリカのインテルもずっとこう、自分たちで作ってたわけですけど、もう5ナノ3ナノっていうことになると、もう TSMC にも委託するようになってます、アメリカのインテルはですね。だからアメリカのインテルはもともとは台湾の TSMC の競合の一社だったんですけど、最先端向けに関してはもう事実上インテルは TSMC の顧客になったということですね。だから5ナノ3ナノでこれからの2ナノでさらに 1.4 ナノということになってくると、もう事実上 TSMC とサムスンだけがやってるということです。でオランダの ASML の最先端向けの露光装置を必要としてて、なおかつ資金面で買うことができるのはこの2社だけということです。はい、そして ASML は今期の最先端装置の出荷予想っていうのをですね、1年で60台っていうのを最初予想してたわけですが、下方修正で52台というふうに、今年1年でですね、8台出荷台数が減りそうだということで発表しています。はい、で1台240億というふうにしたならば、はい、240億の出荷台数が8台減るということになると、収益が1920億減るということなんですよね。はい、すなわち、TSMC のアメリカですよね、アリゾナ州での建設っていうのが遅れてるということです。予定よりも遅れてるということですよね。TSMC はアメリカと日本でですね、どんどん工場っていうのを作ってるわけですけど、日本の熊本に関してはですね、建設の予定が遅れそうだってことになると、日本で働いてる工場で働いてる人たちっていうのは頑張るんですよね。だからなんとかこう計画通り予定通り完成させよう終わらせようという形になるんですけど、アメリカ
ていうのはちょっと日本と、まあ、労働慣習っていうのが違うので、まあ、いわゆるこう残業みたいなのっていうのはしないんですよね。だいたい8時5時だったらもう5時にみんなパッて帰っちゃうわけですよ。まあ、それで結局予定とか計画が遅れたとしてもそれは仕方がないですよねという、まあ、そういう、まあ、ちょっとこう労働慣習が違うっていうところがあって、日本だったら結構計画っていうのを重視してですね、まあ、本当だったら、まあ、この時にここまで作ってないといけないっていうことであればちょっとね、じゃあ頑張って遅れてるから計画より遅れてるから残業して、なんとかやろうっていう形で、まあ、熊本工場とかっていうのは結構ですね、 TSMC が日本の熊本で作ってるものっていうのは結構夜とかまで作業をやってなんとかなんとか計画通り作り終わらせようというふうにしてるわけですけど、アメリカの場合はもう労働者がはいもう5時はい終わりみたいな、契約通り帰りますみたいな感じでどん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 、まあ本当にそういう意味でまあドライにまあ仕事してるので、実際建設が予定よりだいぶ遅れてるということなんですよね。そうすると工場が完成しなければ当然ですね、まあ、製造装置必要ないので、だからまあ TSMC が ASML にですね、まあ、納期の延長というのを要請したということです。まあ、これキャンセルではないということですよね。工場が完成すれば必ず買うということになるんですけど、その工場そのものの完成が遅れるんで、だから機械のまあ納期っていうのもまあ遅らせてほしいということでまあ要請したということですよね。なのでまあ ASML の今期のまあ出荷予定金額っていうのがまあ約最先端向けで8台減るということで、まあ、収益で言うならば1920億ぐらい減るという、まあ、そういう発表になっているということです。はい、つまりですね、顧客数が2社なんですよね、最先端に向け、関してはだから、まあ、2社のうちの1社 TSMC が何らか状況が変化したということになると、まあ、その影響っていうのをオランダの ASML は、まあ、業績でもろに大きく受けてしまうということですね。はい、そこにですね、まあ、ラピダスという、まあ、事実上日本政府の国策会社がですね、まあ、2ナノ半導体の製造を目標にしているということで、まあ、出てきているわけです。はい、すなわちですね、まあ、ラピダスはですね、まあ、2ナノ半導体が作れるようになろうという、まあ、目標の会社なんですよね。はい、そうした時に、まあ、2ナノ半導体の製造にはですね、まあ、現時点では、まあ、ASML の、まあ、露光装置っていうのは、まあ、現時点では必須ということです。はい、もう結局、まあ、その5ナノ3ナノ2ナノみたいな半導体を作るためには、まあ、どうしても微細化を実現するための露光装置っていうのが必要なので、だからまあ結局 ASML の露光装置っていうのをまあラピダスは買うっていう状況になってるわけですよね。逆の立場のオランダの ASML にとってはまあ絶好の新規顧客の獲得機会になってるわけです。はい、要するにまあインテルがギブアップしてしまったんで、そう考えると今台湾の TSMC と韓国のサムスンって2社しかないわけですけど、そこにラピダスという事実上の日本政府も、まあ、顧客になってもらえる、まあ、最大の機会チャンスになっているということです。はい、で結果ですね、まあ、日米欧連携ということで、まあ、ラピダスが言ってるのは日本アメリカヨーロッパで連携してですね、最先端2ナノ半導体を作るというのをまあ言ってるということです。はい、で元々はですね、まあ、コロナで価値連鎖が乱れて世界的な半導体不足になったということですよね。だから半導体っていうのは最先端向けっていうのは7ナノ5ナノ3ナノみたいな最先端っていうのは世界で分業して作ってるんですよね。だからアメリカで設計して、で台湾で前工程やって、で、まあ、中国とか東南アジアで後工程を作ってみたいな感じで、まあ、全世界的に分業して半導体っていうのは作ってるわけですけど、まあ、コロナで都市封鎖、外出自粛、ロックダウンみたいな感じになった時に、まあ、例えば、まあ、後工程の中国とか東南アジアって、まあ、結局工場労働者が労働できないといった時にですね、半導体っていうのが、まあ、結局、まあ、リードタイムですよね、まあ、結局受注してから最後納品するまでに、まあ、4ヶ月から1年ぐらいかかるものっていうのが、まあ、結局中国とか東南アジアの後工程とかっていうので、まあ、作れないということになった時に、まあ、全世界的に半導体っていうのが、まあ、足りないと、不足ということになったわけですよね。はい、ってなった時に、まあ、自国日本で半導体作れないっていうのは、これ経済安全保障上のまあリスクっていうふうにまあ認識したということです。はい。まあ、もしくは台湾でですね、まあ、結局最先端向けっていうのはほとんどやってるわけですけど、前工程に関しては。まあ、そうなると台湾っていうのはまあ結局地政学のリスクですよね。まあ、地理
的な、まあ、政治上のリスク、地政学的なリスクっていうのがあるということですよね。まあ、結局中国と台湾っていうのは非常にまあ難しい関係になっているので、まあ、台湾に万が一のことがあったらですね、まあ、結局前工程の 最先端向けっていうのも結局半導体は世界的に作れなくなるということになるということですよね。だったらまあ後工程そして前工程、まあ、両方を考えた時に、まあ、結局全世界的にまあ分業でまあ作ってる半導体っていうのは結構リスクが大きい部品だということになったので、アメリカはアメリカ国内だけで半導体を作れると、日本は日本だけで半導体を作れるようになった方がいいという、まあ、そういう認識になったわけですよね。だから自国日本でも半導体を作れるようになろうというのが、まあ、元々の流れということです。はい、しかしですね、まあ、政府は半導体業界の専門家ではないということで、まあ、大まかなところは分かるわけですよ。業界の全体図みたいなのは分かるんですけど、専門家っていうのはすごい細かいところの違いですよね。このビザの違いっていうのが分かるか分かんないかっていうのが専門家かそうじゃないかっていうことなんですよね。でなった時に政府っていうのはやっぱり一番組織が大きいんで、大きいマクロのことは分かるんですけど、ミクロは分かんないんですよね。だから専門家ではないので、 TSMC を熊本に誘致しながら一方でラピダスを作るという非効率なことをやったんですね。結局もともと両方のまあお金原資っていうのはまあ補助金であり、もっと言うならば税金なわけですよ。ってなった時に、日本国政府の、まあ、要するに予算ですよね。日本国政府の予算っていうのを一部は TSMC を熊本に誘致する。だから TSMC の、まあ、日本工場っていうのを実質、まあ、日本政府が補助金っていう形で、まあ、誘致したわけですよね。で、そこにお金を使いながら、もう一方では全く別の、まあ、自分たちで国策会社ラピダスっていうのを作ってですね、まあ、資本金こそ民間に出させましたけど、事実上、まあ、運転資金とか設備投資資金っていうのは全部補助金なので、だからまあラピダスを作るっていう、まあ非常に非効率なことをやってるということです。はい、結果ですね、まあ、ソニーとかデンソーですよね。ソニーはまあはっきり言ったらセンサーですよね。だから例えばスマホですよね。アップルの iPhone 社の例えばカメラに使われているセンサーとかっていうのを作ってますということですよね。でデンソーは車載用半導体を作ってますということですよね。まあ、この半導体業界2社ですよね。ソニーは半導体の中でもセンサーを作ってますと、デンソーは半導体の中でも車載半導体とかパワー半導体を作ってますと言った時に、ソニーとかデンソーは結局 TSMC が、まあ、結局熊本に工場を作るって言った時に作った、合弁会社に対して出資しましたと。でソニーはデンソー、ソニーとデンソーは結局 TSMC に対して事実上お金と人を出すということをしたわけですね。でラピダスに関しては国の補助金で運営ということになったわけです。はい、一方 NTT に関してはもう最先端の5ナノ3ナノ2ナノっていう半導体の考え方ではなくて、まあ、電気じゃなくて光で半導体を動かそうっていうアイオンですよね。光半導体構想っていうので、もうそもそも半導体業界の、まあ、ゲームチェンジっていうのを狙ってるということで、はい、もうやってることがバラバラなんですよね。はい、まあ、日本の経営資源っていうのがはっきり言って分散してしまっているということです。まあ、非常にもったいないことをやってるということです。はい、でそもそもですね、まあ、2020年後半にですね、だから2028年とか2029年とか2020年後半に何用かもわからない2ナノ半導体ということで、半導体って一言で言ったとしても何のための半導体なのかっていうので作り方が全然違うんですよね。だから、まあ、例えば、まあ、その計算処理用の、まあ、情報処理計算処理用のロジック半導体なのか、もしくは記憶用のメモリー半導体なのか、もしくは電気電力を制御するためのパワー半導体なのか、とかですね、まあ、そうい う, こう何用なのか、それが例えばスーパーコンピューター用なのか、パソコン用なのか、 iPhone 用 iPhone みたいなスマホ用なのか、全然違うわけですよ。その作る半導体というのは、だある意味なんかこう個別受注っていうか、まあ、このようにまあ、例えば半導体を作るっていう作り方をするわけですよね。だから TSMC の最大の顧客っていうのは Apple 社であり、 iPhone 用の半導体っていうのがまあ一番 TSMC にとっては最大顧客ということになっているわけです。だから TSMC はコロナの2年間だったとしても Apple 社の、まあ、結局 Apple 社用の半導体に関しては最優先で作ったんで、半導体不足っていうのを起こらせなかったわけですよね。その代わり逆に TSMC は半導体 Apple 社の iPhone 用っていうのを最
最も最優先したので、まあ、それはもちろん単価が高くて、なおかつ2億台とか、1回の新製品で2億台とか iPhone が売れるわけですから、まあ、当然 TSMC からすれば Apple 社を最優先するのは、まあ、はっきり言ったら企業の道理としては当たり前なわけですよね。で逆に、まあ、日本の自動車業界の、まあ、いわゆるこうレガシー半導体28ナノとか40ナノとかっていうのは後回しされたということで半導体不足になってるわけですよね。要するに何用なのかっていうので全然違ってくるわけですよ。何用にこの半導体って作るんですか？だから単に7ナノ、5ナノ、3ナノっていう、その微細の度合いだけじゃなくて、例えばソニーのプレイステーション5っていうのは7ナノ半導体ですけど、でもゲーム機用なんですよね。だから何用なのかっていうのが決まんないと、結局半導体を作ったとしても、まあ、何に活かせばいいのかっていう感じになってくるわけですよね。でそうした時にまず2028年とか2029年とか2020年後半に何用かもわからない2ナノ半導体っていうのをですね、まあ、外国の技術で外国の製造装置で作れるようになって、まあ、どうするのということですよね。まあ、2020年後半っていうのは絶対2ナノ半導体って最先端じゃないんですよ。この時点で、まあ、例えば試作品みたいなのを作ったとしても全然最先端でもないんですよね。今だったら2ナノ半導体は最先端ですけど、2020年後半はもう絶対最先端ではないんですよ。でその時その瞬間最先端でもない、何用かも分かんない、でどうやって作ったんですか、外国の技術で外国の製造装置で作りました、どうすんのという感じですよね。で作れるようになったから、だから何なのっていう感じです。はい、でもし、まあ、ASML から、まあ、ラピダスへの露光装置の出荷っていうのは後回しされるようになったらということで、まあ、露光装置っていうのはやっぱり作るのにも非常にまあ時間とか経営資源っていうのはかかるわけですよね。だから1年に例えば60台とかっていうのも ASML が今持っている設備をフルで動かして1年で60台とかしか作ることができないというような、そういう装置なわけですよね。ってなった時に当然ですね、まあ、ASML もどこの企業に対してって言った時に、まあ、1位は絶対 TSMC 向けなわけですよ。それ最大顧客だからですね。だから TSMC 向けにまず最優先で作りますと、でサムスン向けで作りますと、でまあ、ラピダス日本政府向けは例えば3番目ですみたいな感じで、いやちょっと今ははっきり言って自分たちの、ね、設備をフル稼働させてても、まあ、忙しいんでということで、結局ラピダス日本政府向けの露光装置の出荷っていうのを後回しされるようなことが起きたならば、まあ、何の問題解決にもなってないということですよね。要するに台湾の TSMC がアップルの iPhone 向けっていうのを最優先して、それ以外のものっていうのは後回ししたというのは、まあ、コロナの時に起きて、それで結局日本の自動車業界っていうのは半導体不足ということで、自動車が半年待ちとか1年待ちとかっていう風になったわけですよね。で同じことが起きるということです。結局露光装置を、まあ、オランダの ASML に依存するならばということですね。でもし、まあ、日の丸半導体をもう一度ということであれば、そしてですね、まあ、そのために補助金ですよね、まあ、5兆円。これは確定はしてないです。はい、5兆円という金額は確定ではありません。あくまでもラピダスが日本政府に対して要望している金額ですね。はい、研究開発2兆円。そして量産化で3兆円。プラス、だから合計5兆円っていうのを、ラピダスが日本政府に要請している、要望している金額は5兆円です。はい、そのうち、まあ実際3300億っていうのはすでに日本政府からラピダスに支給されたということですね。だから実際5兆円出るかどうかは分かりません。ラピダスが日本政府に5兆円欲しいって言ってるだけです。はい、ただまあ5兆円もし補助金をまあ最終的に出すということになったならばですね、日米を連携ではなくて日本企業単独で作ってこそということですよね。誰にお金払うのと、アメリカ企業に払うんですかと、ヨーロッパオランダの企業に払うんですか、そうじゃないでしょうということですよね。日本人が払う日本の税金がですね、どこに払われた方がいいか、それは日本企業に払われた方がいいに決まってるということです。はい、例えばですね、まあ、半導体をもし日本の中で作りたいっていうんだったら実際は作れるんですよね。日本企業ってこう分散してバラバラではあるんですけど、結構世界最先端のものっていうのは、まあ、ある程度揃ってるということです。はい、例えば設計って言った時でもソシオネクストは5ナノ半導体とか3ナノ半導体の設計っていうのはできるんですよね、実は。だからわざわざラピダスがアメリカの IBM とかに一生懸命勉強させに行く必要ないんですよ。ソシオネクストに勉強に行かせるか、もしくはソシオネクストに委託すればいいんですね、設計してほしいということで。だから全然作れるんですよ。
はい、そして素材に関してはもう信越化学は世界1位のシェアですから、もちろん品質に関してはもう言うまでもないですよね。世界トップクラスの品質の、まあ、結局シリコンウェアハーっていうのは提供できますということですよね。まだ信越化学サムコがありますということです。じゃあ素材あります、じゃあ前工程を作るって言った時に、その作るための機械っていうのが、製造装置っていうのが必要になりますと言った時に、前工程に関してはもう東京エレクトロンがほぼカバーしてるわけですよね。まあ、工程によってはシェア 89% とかっていう、まあ、そういうシェアを持ってたりするのが東京エレクトロンだったりするということですよね。もしくは洗浄装置ということであればスクリーンがありますということですよね。で、後工程に関してはもうディスコが世界1位ですから、切る削る磨くですよね。まあ、ディスコが世界1位のシェアを持ってるし、検査装置に関しても、まあ、世界2強の一角であるアドバンテストがあるわけですから、最終的にはもうね、半導体に、まあ、はっきり言ったらミスがないですと、エラーが出ませんっていう最後の検査はアドバンテストの機械を使えばいいわけですよ。だから日本企業の中にこう分散してるだけであって、世界最高峰のまあ実はものっていうのは全部日本企業で大抵のものは調達できるんですよね。はい、つまりわざわざ遠くのまあヨーロッパとかアメリカとか見なかったとしても、足元の日本に必要な資源っていうのはほとんどあるんですよね。だからわざわざ日米を連携で技術の勉強はアメリカの IBM に行かせますと、でそして機械に関してはヨーロッパから買いますとかっていうことをする必要はもう全然ないということです。はい。で、唯一ないのは、じゃあもし日本で、日本完結で半導体を作れない、最先端の5ナノ、3ナノ、2ナノ半導体っていうのが作れない、もし足りないと。いうのがあるというのであれば、それはもうね、露光装置だけなんですよね。しかも最先端の露光装置、これだけがないということです。日本の中には。はい、だったらですね、ラピダスが、まあ、お金を出すべきは、オランダの ASML の機械を買うことじゃないということですよね。はい、日本のニコンに出さないといけないということです。もう日本のニコンの露光装置の技術っていうのを高めて、日本のニコンで例えば2ナノ半導体を製造できる露光装置が作れるようになってこそ、本質的抜本的な課題解決になるということです。はい、でニコンってかつては露光装置業界でシェア 50% だったんですよね。つまり ASML っていうのはこのニコン、キャノンの、まあ、結局独占市場っていうのを、まあ、崩した企業っていうのがオランダの ASML で、ニコンがシェア 50%、 キャノンが 25%、 だからニコンとキャノンで 75% 実は露光装置っていうのはシェアを持ってたんですね、かつては。はい、だからそれが ASML にはっきり言ったら負けたっていうことになるわけです。はい、しかも、まあ、技術に関してもニコンは特許も持ってるんですね。最先端の EUV 向けっていうのはともかくとして、その一つ前まではニコンっていうのがむしろ特許を持ってて、 ASML と、まあ、裁判で争ってるっていうぐらいの、まあ、レベルの、まあ、技術特許っていうのをニコンは持ってるということです。はい、だからニコンは単純にですね、まず最先端 EUV は普及しないっていうふうに、まあ、見誤ったんですよね。だから研究開発はしたとしても、まあ、こんなに超高性能の超高額のものっていうのはおそらく、まあ、普及しないだろうというふうに見誤ったわけです。はい、実際は、まあ、台湾の TSMC とか韓国のサムスンとか、まあ、少なくても2社は必要としてたので、まあ、事業ビジネスとしては成立したんですけど、ニコンは最先端の研究開発をしながらも、いやこれ研究開発したとしても普及しないというふうに、まあ、結果論とはいえ見誤ったんですね。まあ、これが一つです。でもう一つは経営資源、まあ、ニコンというのは半導体露光装置の専門会社じゃないので、まあ、カメラとか他の事業もやってますから、そうした時にニコンが持っている人物お金時間情報っていうのを全部露光装置に一点集中しなかったんですよね。うん、あくまでもニコンがやっているいろんな事業の一つが露光装置の製造ということだったので、結局、まあ、研究開発への投資もしくは、実際に作る土地建物機械設備、への設備投資っていうので、まあ、資金面でははっきり言ったら、まあ、負けたという ASML に負けたというところがありました。はい、なので日本政府がどうせですね、半導体業界に5兆円もの補助金を出すということであれば、半導体製造の中核中の中核ですよね、露光装置、もうこの露光装置の精密さ精度で結局どれだけ微細な半導体なのかっていうのがもう決まるわけですよ。だから露光装置で日本のニコンの世界一位奪還への再挑戦っていうのを全力で支援してこそということですよね。
オランダの ASML の機械を買ってるうちは、はっきり言ったらですね、まあ、はっきり言って半導体製造のリスクっていうのが下がらないわけですよ。ASML が売ってくれないとか後回しにしたということになると、それだけで遅れますよね。だから本質的な問題解決するためには、やっぱり日本の中に露光装置の企業っていうのを、まあ、作る必要があるわけです。最先端のものが作れる企業ですよね。まあ、その最有力っていうのはもちろんニコンということです。で、ニコンはまあはっきり言って一回もう諦めてるっていうか断念してるんですよね。だけどもう一回再挑戦するっていうんだったら、日本政府が全力で支援すれば本来は良かったということです。はい、そうすればですね、まあ、ニコンの時価総額が30兆円を超えるようになっていた時に、日本政府はですね、投資でも勝っているということですよね。で、まあ、例えば補助金5兆円出ますと言った時に、じゃあ日本国民がそれに納得するかどうかっていうことですよね。半導体っていう一つの業界に対して5兆円、まあ、ラピダスは5兆円欲しいって言ってるわけですよ。で、実際5兆円出すかどうかは分かんないですけど、はい、まあ、仮に5兆円出すって言った時でも、じゃあ日本政府は日本国民に対して説明できますかって言った時に、やっぱり投資対効果の考え方で説明するしかないわけですよね。ってなった時に、じゃあ露光装置世界1位ってどれぐらい価値があるんだって言った時に、この動画を撮ってる時点でオランダの ASML は時価総額 33.6 兆円企業なんですよ。はい、だから日本で言えばトヨタの次ぐらいに、まあ、ASML っていうのは株式市場で評価されてる企業なんですよね。だから毎年毎年利益で約9000億円以上出す。しかもその9000億っていうのが、まあ、株式市場の見立てとしては今後も伸びると、利益成長するというふうに、まあ、考えられているので、今現時点で、まあ、0.9兆円、まあ、約9000億円強の当期純利益を出している企業だけど、今後も利益成長すると、まあ、半導体業界が伸びれば結局、まあ、シェア 80%、 最先端に向けては 100% シェアの ASML は絶対伸びるわけなので、そう考えた時に、まあ、成長性まで加味して時価総額がこの動画を撮ってる時点で33.6 兆円企業なんですよね。で、それぐらいやっぱ半導体露光装置の会社っていうのは、まあ、はっきり言って世界的には非常に価値があるっていうふうに、まあ、認識されてるわけです。はい、だからニコンが、まあ、ASML と肩を並べるぐらい、もしくはもう一回世界一を奪還できるぐらいになってた時っていうのは、当然時価総額30兆を超えてるわけですよ。毎年毎年の純利益っていうのが1兆円超えるような企業になってるわけですよね。それがちゃんと説明できれば、いや、日本政府が5兆円補助金出すっていうのも全然合理的なわけですよ。だって5兆円補助金出したとしても、1年の純利益が1兆円稼ぐような企業、時価総額が30兆円超えるような企業になってれば全く問題ないですよね。まあ、はっきり言って日本政府はよくぞお金出したっていうことになるわけですよ。未来への投資に向けてよくぞ、まあ、お金を出したってことになりますよね。だからそういうなんかこう視点があって、補助金を5兆円出すっていうんだったら分かるわけです。それだったら日本に、ね、一番半導体業界で最も重要な露光装置の企業で世界1位の企業を作ると、出すと、そしてその日本で、露光装置、日本の露光装置を使って日本で2ナノ半導体を作れるようになるということだったら、まあ、はっきり言ったら理にかなってるし合理的でもあるということですよね。それははっきり言ったら日本政府が5兆円出したとしても、日本政府は5兆円以上回収するってことは、まあ、全然できるということですね。はい、何よりですね、やっぱり日本で全部作れるということです。最先端向けの設計をソシオネクストがやって、で素材は信越化学とサムコに提供してもらって、で前工程に関してはニコンの露光装置で、東京エレクトロンで、まあ、露光装置以外のものですよね。あと洗浄装置に関してはスクリーンですよね。で後工程に関してはもう切る削る磨くディスコ、そして検査装置のアドバンテストを使って、もう全部日本の、もので作れるわけですよ。はい、でオールジャパンで作ってこそ日の丸半導体ということですよね。はい、しかし、まあ、現実のラピダス、まあ、事実上日本政府はですね、まあ、日米を連携ということを言ってしまっているので、まあ、単に日本の税金で1台240億の ASML の機械を買っていくだけということです。はい、逆にですね、 ASML の立場からすればですね、まあ、超優良の見込み客ラピダスですよね。1台240億の機械を買ってくれる会社が1社増えようとしてるわけですよね、 ASML からすれば。そしたらその、まあ、超優良の見込み客のために、まあ、これくらいのことはするということですよね。要するに、まあ、技術支援とかこれぐらいのことは当然しますよねって、なんせ1台240億ですからね。
はい、以上 ASML ラピダスを支援という今回のテーマをまとめていくと、はい、まず ASML っていうのは、まあ、オランダの半導体露光装置の会社ですということです。で、露光装置っていうのは、まあ、数多くの製造装置の中でも中核中の中核ということですよね。結局その半導体がどれぐらい性能のいい半導体なのかっていうのは、もうほぼ露光装置が決めると言っても過言ではないということです。はい、そして ASML は、まあ、最先端向けではもうシェア 100% ということですよね。全体で見ても 80% 以上です。だから半導体製造を行っている会社、それは東南アジア、中国などを含めた全世界の8割の会社は ASML の機械を使ってるし、最先端に関してはシェア 100% と、まあ、ASML だけが事実上独占的に作って納品してますということです。はい、でラピダスはですね、まあ、結局日本のニコンを支援するのではなくて、オランダの ASML の顧客の一社になろうとしているということです。はい、ということで ASML ラピダスに技術支援というテーマでやってきたんですけど、結論は日本政府が ASML の顧客の一社になろうとしているというのが今回の結論です。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう